皆さんこんにちは、さくらんのさくです。本日の動画はユナイテッド航空カリフォルニア観光局、サンフランシスコ観光協会、そしてサンフランシスコ国際空港の提供でお送りします。というわけで、ただいま私はどこにいるでしょうか。はい、サンフランシスコ国際空港です。ただいまいるのがハービーミルクターミナルでございます。こちらはこのサンフランシスコの空港の中で一番新しいターミナルで、もうなんせね、これ見てください、綺麗すぎる。吹き抜け感すごいいいですし、綺麗。これも本当一部なんですけど、後ろももうずっと続いてて、こっちも、うわー見えるかな、こっちもね、なんかすっごい綺麗で、すっごいいい感じのターミナルなんです。今日はユナイテッド航空社員客室乗務員の私が、この空港、そしてサンフランシスコをまるっとご案内します。シャミゴー。というわけで、まず最初にやってきたのはスターバードさんです。ここのチキンはとにかく美味しいって有名で、今朝の10時前なんですけど、早速チキンを食べていきたいんですが、その前にこちらの店員さんにインタビューしていきたいと思います。 So what's so special about this place? Well, we are Starbird. We're a local California business. We started here right in the Bay Area. All of our chicken is raised without antibiotics, never frozen, always served fresh. We are hand cutting all of our vegetables and our salads, house making our dressings, house making our sauces, and we have delicious chicken sandwiches, tenders, and salads. Come check us out. わあ、もうめちゃくちゃ美味しそうです。というわけで、早速今から食べていきたいと思います。スターバードめっちゃ美味しいです。この店のヘルシーメニュー、サラダがやってきました。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。こちらチキンチョップサラダです。それでは早速いただいていきます。いざ実食。ででん、めっちゃ美味しい。なんか衣がスパイスが効いてる。美味しい。何なんでしょう。しかも肉も柔らかい。すごい。これ中見てください。野菜もたくさん入ってて、まあ、お肉もちろん乗ってるんですけど、アボカドなんかも入っちゃったりして、もうヘルシー丼です。アボカドいただいちゃいます。これは若盛りでしょうか。わお、トマトも一緒に来た。たまらん、たまらん。ちょっともう一つチキンいっちゃおうかな。はい。このザクザク音聞こえてます？あ、最高。もうこれ部屋に持ち込んで上空で食べるのとか絶対いいと思います。やってきました。サンドです。すごい、めちゃくちゃ美味しそうすぎる。So big 大きいです。大きいですね。これベーコン系のやつですよね。でこれは韓国風味って言ってました。どれからいこう。これいいですか。キャリーベーコンサンドイッチでございます。ではいただきます。おいしすぎる。なんだこれは。衣のザクザク感がまずすごいのと、これもうチキンがめっちゃ大きいです。めっちゃ大きい、めっちゃ大きい。おいしすぎません？ちょっと、しかもベーコンが乗ってるの。チキン&ベーコン。うわー、このね、アメリカスタイルのカリカリベーコン、たまらん、たまらん。アメリカ来たら絶対このカリカリベーコンです。うわ、美味しい。So these are all house-made sauces. These in here. Sauces, everything made in house. Wow. All fresh. And then so this is our Nashville tender box. Everything made with Nashville hot oil, and then a house-made seasoning as well to add that extra spice to it. House-made chicken tenders with our super slaw as well. Wow, looks so good. A little bit of veggies with your chicken. はい、ではこちらチキンテンダーいただきますということで、はい、お腹ね、今すごいすいてるんです。すごい。これサクサク、中ホクホク、もうね最高。ちょっともう今のチキン屋さん美味しすぎた。何あの美味しさ、後を引く味というか、いやもうほんと朝からわ乱入者もうほんと美味しかった。いやー、これはちょっとまた次サンフランシスコ来たらマストバイです。で今から私もずっと楽しみにしてた、こたち、すごいこたちでいいのかな。森さんではないすごい子たちに会えるということでやってきました。こちらですワッグブリゲードです。かわいい。こんにちは。この子はワッグブリゲードというセラピードッグでございます。こちらはブリクストンくんです。サンフランシスコの空港の中にはこのワッグブリゲードの動物たちが歩いていることがありまして、旅行者の方々の疲れを癒してくれるという、素晴らしい企画があります。かわいい。何これは慣れてほしいポーズかな。ベリーロームおーヘイビャンディー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 かわいい。バンディちゃんおとなしいですね。リサちゃんがおる。ウサギ。アレックス。30 pounds。この子はリアちゃん。コギのリアちゃん。わあ、めっちゃ気持ちいい。森さん大人気。ワンちゃんに大人気の森さんでございます。次にやってきたのはこちらカフェ X です。いや私も以前ターミナル3にある、このカフェ X を、ストーリーズとかで載せたこともあったんですけれども、今日来たのはハービーミルクターミナルにあるカフェ X です。これ何って皆さん思いますよね。これロボットが勝手にじゃないなオーダーをしたらロボットが全自動でコーヒーを作って提供してくれるっていう、もうなんか近未来的なやつなんです。というわけで早速飲んでいきます。いや私もうこれ今日このカフェ X めちゃくちゃ楽しみにしてたんで朝からコーヒー飲んでないんです。というわけで早速オーダーしていきます。かっこよすぎる。近未来感がすごい。うわー、なみなみ。アイスのダーティー抹茶ラテにしました。普通の抹茶ラテプラスエスプレッソでございます。いただきます。うわー、しみる。もう抹茶とエスプレッソのダブルパンチガンっていきます。めっちゃ美味しい。しかも抹茶は結構濃い。あー、皆さんもぜひお試しください。こちらはですね、1967年にできた本屋さんなんですけれども、サンフランシスコで古くからある書店の一つです。もう店内、空港の中の本屋さんとは思えないぐらい広いです。後ろ見えます?上の方まで本とかグッズとかを積んでるのがこのグリーンアップルさんの特徴らしいです。なので、その本店とか行ってももうこんな感じの内装で、まんまらしいですそっちも行ってみたいですね。でこれ見えるかな、下のフロアもこのちょっと木目調な感じも、空港の他の場所とは違うんですよ。メインターミナルとかとはフロアが違ってて、なんかこれもこのグリーンアップルの本屋さんの特徴みたいです。あとね、グッズが結構あるんですけど、このカバン可愛すぎません?しかもサンフランシスコって書いてる。お土産にも絶対いいし、自分用に欲しい。わあ、こっちにもグッズいっぱいあります。このパーカーも可愛いな。このサーフボード抱えたクマさんもおります。あとこれ見てください。面白い。サンフランシスコのジップコード、バンチが記載されたキーチェーンです。これお土産にめちゃくちゃ良くないですか。このマップと照らし合わせて、今回ここ行ったなーってなったらここのやつ買ってもいいですし、なんか思い出にもすごいいいですよね。サンフランシスコの空港内にはいろんなアート作品が実は展示されてるんです。これもそのうちの一つで、なんかタイル絵なんですけど、サンフランシスコの街並みが描かれております。あとは草間彌生さんの作品だったり、本当にいろんな作品があるんですよ。次は航空ファン必見アビエーションミュージアム&ライブラリーにやってきました。では中入っていきます。わ、なんか広い。空港内なのにこんな広いホールみたいな場所があったなんて。へえ、わ、こんな感じでいろんな模型が飾ってたりします。けどここ空港の中ではあるんですけれども、セキュリティの外、保安検査場の外になっているので、保安検査場を通らなくても来ることができます。ユナイテッド航空のマイレージプログラム、マイレージプラスは貯めやすい、使いやすいが特徴。また貯めたマイルが失効しないのご存知でしょうか。そして特典航空券の燃油サーチャージ、キャンセル料は不要。詳しくはユナイテッド航空のホームページをご覧ください。はい、というわけでお昼はこちらのインデンアウトハンバーガー屋さんにやってきました。イエーイ。ここはもうアメリカで大人気のハンバーガー屋さんでございます。ファストフードチェーンですね。今とにかく美味しい、ボリュームがすごいのと、味ももちろん美味しいですし、でここの特徴は実はシークレットメニューっていうのがあって、店内入ってメニューに載ってない裏メニューがあるんです。なんで今日はちょっとそれをオーダーしていきたいと思います。キャビゴー。あ、森さんありがとう。店員さんか。わー、すごい活気。そう、今ねお昼時なんで活気がすごい。店員さんの数もすごい。手乗り森さん。というわけでちょっと早速ねオーダーしていきたいと思います。ドキ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 。はい。Alright, thanks. Good, thank you. Can you please do one 4x4? Another double point. Protein style. Just no lettuce. And then, so one 4x4, one protein style burger, and then animal style fries. Got it. Yes. And then, can you please do one root beer float shake? And also one diet coke. Is the 4x4 protein style? Oh no, that's a regular style. And then do you want a hamburger protein style or? What's that choice? So protein style is just it's lettuce wrap. So you can either have like a hamburger or a cheeseburger. Oh, cheeseburger please. Cheeseburger. Yes. So it's like no bun but like lettuce, cheeseburger the inside and then like lettuce. With the meat, yeah. Just perfect. Sounds great. Alright, so that's 2 burgers, 1 fry, and a regular drink for the root beer float. Perfect, yes. Will that be for your? Got it. So it's going to be 26.36. I heard you. はい、というわけで今オーダーして出てくるの待ちです。で、最初にねこのダイエットコーラ頼んだんで、これダイエットコーラはセルフサービス。自分でやります。わー、ザ・アメリカって感じで、これ自分でするスタイルなんで、まず氷、うわめっちゃきためっちゃきためっちゃきた。はい、でダイエットコーラー。わー、おい、こんなもんかな。ギリギリまで攻める攻める。よし、やってきました。もう紹介していいですか。まずこちら 4x4 肉4枚、大きいってか4枚って何って感じなんですけど、4枚のバーガーで、こちら奥に見えますのはプロテインスタイルです。これはバンズなしのもうヘルシー、超ヘルシー、ダイエット中だけどハンバーガー食べたいみたいな感じの人はもうこれですね。アニマルスタイルのフライでございます。カラメライズドされたオニオンとか、あとはオーロラソースみたいなここオリジナルのソースが乗ってチーズドバーってかかったもう激うまフライです。あとですね、ドリンクは今日はちょっと汚い、大丈夫大丈夫ですね。これはルートビアフロート、ルートビアシェイクにしました。じゃあちょっとまずこれで喉を潤していいですか。シャキーン。わっ、刺さらん刺さらん。はい、刺さった。このちょっとなんだろう、こう独特なスパイスの香りがもう好きな人は多分これたまらんと思います。38 please, just 38。ルートビアで、森さんがお決まりのダイエットコーラでございます。はーい。うわー、見てください。重すぎる。もうずっしりって感じ。こうちょっと測りで借りたいぐらいね。これさ、さっきちゃんの顔と同じ大きさだよね。それは言い過ぎ。今日本当にね、厚みがすごいんですよ。で、重い、もうずっしり。鉛のような重さです。待って、これ一口、頑張ります。いただきます。ジューシー、肉の風味がいいですね。美味しい。こうぎっしりこんな感じで、案の定一口では食べれず、下半分今食べました。チーズもトロトロですごく美味しいです。じゃあ私はこちらのアニマルスタイルのフライいただきたいと思います。小食なんで。向かい側でさくちゃんすごい爆笑してるけど。はい、いただきます。アニマルスタイルって感じ。こちらプロテインスタイルレタスでパテとオニオンとチーズとトマトをサンドしてるような感じです。ではいただきます。レタスが思ってたより大きい。うん、あ、シャキシャキ。しかもちゃんとなんかソースもしっかりね入ってて美味しい。ほんとヘルシーな感じ。まさにダイエッターの強い味方です。これはアニマルスタイル、この具だくさんがたまんないです。美味しすぎる。うわ、具すくっちゃいます。まさにアニマルスタイル。このオニオンが美味しい。美味しすぎる。ジャンクグルメオブグルメって感じですね。この重さよ。こんな4枚もパテが入ってるハンバーガー初めて食べます。美味しすぎる。この断面図見てください。肉がすごい。美味しすぎる。幸せ。ユナイテッド航空のアプリは便利で使いやすい機能が満載。出発前から到着後まで役立つ情報が盛りだくさん。ぜひこの機会にアプリを要チェック。皆様のご登場お待ちしております。インナーアウトでお腹がいっぱいになった後はユニオンスクエアにやってきました。わー、きれい。すごい天気めっちゃいい。眩しすぎるで、このユニオンスクエアでなんかすっごく美味しいスイーツが食べれるお店が公園内にあるって聞いたんで、ちょっとここまで来たんですけれども、早速探していきたいと思います。どれかな。これっぽいですね。では綺麗。こちらミラー&ラックスプロビジョンズさんです。こちらでは洋菓子、コーヒーなどなど取り扱っております。店内すごく可愛いです。Hi, good. How are you doing? What's that cake thing? Is that like strawberry cake or something? Yeah. Yeah? Okay, then can you get one of that cake? For here, please. Thank you. わあ、これを外のこのテラスでいただきます。はい、それではいただいていきます。わあ、ちょっと待って、これはうまく出せるのか。至難の技。シャーキーン、めっちゃ可愛い。なんか店員さんにこれ何ケーキですかって聞いたら、店員さんもんみたいな感じで。で、私がストロベリーですかって聞いたら、あ、そうそうみたいな感じだったんで、多分いちごのケーキです。いや、うわ、硬い。周りホワイトチョココーティングっぽい気がするよ。すごい層になってる。これはいちごの予感がする。いちごとホワイトチョコかな。いただきます。甘いカスタードとラズベリーっぽい味もするかも。美味しい。しかももうなんて言っても見た目が可愛すぎる。うわー、いいですね。ちょっとこれを食べながらこのオープンテラスのところでゆったりまったり本なんか読んじゃった日にはもう最高ですよ。これ治安とかちょっと不安だったんですけど、結構こうやって座ってまったりしてる人もたくさんいます。いい感じ。インアウトでガツンとバーガー食べてきたんで、その後のこの甘いスイーツいいですね。最高すぎる。次にやってきたのはマジックドーナツ&コーヒーです。ここになんかすごい可愛いドーナツがあるって聞いたんでやってまいりました。なんか外観もすごい可愛い感じです。それでは入っていきます。わー、可愛いマジックドーナツ&コーヒー。店内可愛すぎる。エスプレッソマシンがドピンクだ。あ、厨房見えます。この奥で多分毎朝ドーナツを作っているんでしょうか。今3時過ぎなんで、もうだいぶちょっと品数減っちゃったかもしれないんですけれども、それでも美味しそうなドーナツばっかりです。これにします。ラズベリー&ピスタチオです。 How are you doing? Can you do one raspberry pistachio? Would you like that on a tray or in a box? On a tray is good. 森さんはなんかすっごいカラフルなトッピングが乗ったドーナツにしております。はい、というわけで3種類ゲットしてきました。もうずっと気になってたこれラズベリーピスタチオ、まずはいただいていきます。ラズベリーとピスタチオですよ。美味しそう。いただきます。ラズスベリーが結構濃いめ、甘さ控えめです、ここのドーナツで。中はふんわり生地、この上に乗ってるピスタチオも結構風味がしっかり効いてて美味しい、いい味。いただきます。もう一つこちら、ペカン味と、なんか黄色いクリームのって、何これ、見た目ちょっと揚げパンっぽい見た目なんですよね。これはなんだ、いただきます。ちょっと待ってよ、中になんか入ってる。ペカンナッツのソースがたっぷり入ってます。美味しすぎる。これめちゃくちゃ美味しいかも。ペカンナッツのドーナツは店員さんもすっごい、これ私大好きなのを使っていてて、納得の美味しさです。なんかジュワーって感じ、美味しい。もうこれはね、悪魔的な、なんか魅力的な食べ物ですね。すんごいドーナツって感じのドーナツですけれども、アメリカらしいドーナツですね。はい、いただきます。なんかスパイス入ってるような感じの味、なんかちょっと意外な味がする。シナモンなのかな、いやジンジャー。パンチあるかな、パンチある。森さんのやつ一口もらいました。もらったぜー。森さんのも実食。あ、生地は美味しい。上のフロッシングは甘めで、生地はそこまでアメリカのスイーツにしては甘くないです。ただいま私、どこに来ているでしょうか。ペリービルディングにやってきました。もうここはサンフランシスコの中でもお気に入りの観光地の一つなんですけれども、水辺ですっごく気持ちいいし、ペリービルディングの中にはなんかすごい中改装してちっちゃい可愛いお店がいっぱい入ってるんです。てかもうこのなんか建物可愛くないですか。逆光大丈夫そう。はい、しかもここの何がいいって、アクセスがめっちゃいいです。バートっていう公共交通機関を使ってもいいですし、バスでもいいですし、もちろんウーバーでもいいですし、この駅も近くて来やすいんです。ではいざ入っていきます。あ、この音聞こえますか。今ちょっとカチ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 っていう音、これわー、フェリー乗り場って感じです。今なんか空港でもこのカチカチカチっていうスタイルの掲示板あんまり見なくなりましたけれども、ここにはまだあります。うわ、もうなんかすっごいいい匂いする。ちっちゃいかわいいローカルの食べ物屋さん、お土産屋さんがたくさん入っております。この上がオフィスになってるんですよ。で、企業さんが入ってるとのことです。あー、もうこのパン屋さんも、うわー、めっちゃパン並んでる、美味しそう。しかももう4時ぐらいなのに結構パンたくさんあります。美味しそうすぎる。あ、こっちはちっちゃいバーですね。ちょっと軽く一杯みたいな感じのバーです。あ、あった、ダンデライオンチョコレート、ご存知の方もいるかもしれないんですけれども、すごく美味しいサンフランシスコのチョコレート屋さんです。レッドベイコーヒーにやってきました。ここのコーヒー屋さんは私自身サンフランシスコに住んでた時に何回も来たことあって、もう本当にここでコーヒー買って、なんか外に出てちょっとチルできるような雰囲気のコーヒー屋さんで、しかもコーヒーもすごく美味しくて、もう当時本当めっちゃ来ましてね。ここはワンコがいます。かわいい。物販もすごいあります。豆もお土産にいいですよね。あ、いろいろ売ってる。レッツェルコットンキャンディーバー、味噌キャンディーバー、なんじゃこりゃ、見たことない。うわー、スイーツもたくさんあります。で、ここがですね、私がよく来て座って編集作業をしていた場所でございますここでも当時 iPad で編集してたんで、 iPad を置いてポチポチここで編集しておりました。外が水が見えて、すっごい景色もよくって気持ちいいんですよ。アイスラテのオートミルクバージョンでございます。ほんと最近私このオーツミルクラテハマりすぎてカフェ行くたんびに大体どこでもオーツミルクあるんで、アイスラテのオーツミルクバージョンくださいみたいな感じで言ってオーダーしちゃいます。やばいちょっと待って、今ねこれ開けようとしたんですけど開けるのめっちゃ苦戦します。ちょっと待って、もうこれでいいや。いただきます。乾杯。あ、濃いめ、美味しい。あ、聞こえますか、このカモメのなんて言うんでしょう、鳴き声鳴き声、はい、水のせせらぎ、カモメの鳴き声、ほんと癒されます。水辺を見ながらまったりコーヒー飲む至福の時間です。サンフランシスコってなんかがっつり観光しようと思ったらもちろんできるし、景色もいいし美味しい食べ物もあって見どころたくさんなんです。アルカトラズもあるし、そう、アルカトラズもめっちゃいいんで、まあ、来られる方行ってください。本当にアルカトラズめっちゃおすすめです。アクティブハワスのスケジュールで、今日まったりしたいとかって、なんか1週間ぐらいいてちょっと中1日まったりしたいなーって時とかはこうやってコーヒー片手に水辺でチルなんてこともできます。ピア39、フィッシャーマンズワーフにやってきました。逆光だー。全然映ってない気がする。はい、こんな感じです。わあ、もう可愛い。ザ・サンフランシスコって感じ。サンフランシスコといえばボーディーン、ここ美味しいんですよね。もうサワード好きはもうマストです、ここ。はい、ではずんずん奥に進んでいきます。この明るい雰囲気いいですね。ここはほんといろんなお店が入ってて、まあ、いろんなっていうか食べ物屋さんメイン、あとお土産物屋さんも入っております。ちょっと待ってください。アシカめっちゃおるー。アシカってこんないるもんなんですか。すごい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 。ユナイテッド航空はインスタグラムにて旅の情報や企画をお届けしています。またさまざまなお得なキャンペーンも行っています。ぜひこの機会にユナイテッド航空の公式アカウントをご覧ください。一旦ホテルに帰ってきたーというわけで、今日はキンプトンアルトンさんに泊まってます。もうお部屋がくすみピンクが貴重です。すっごい可愛いんです。お部屋に入ってきました。まずはこちらお風呂。うわ、広っ、豪華すぎません？こんな豪華なタブどうしよう。うわー、ファンシーすぎるってかかわいい。風呂場にちっちゃい机がある。おー、なんかおしゃれすぎてもう見たことないタイプで、こちら寝室でございます。うわ、広い、めちゃくちゃ広いです。ちょっと待って、兄弟が可愛すぎる。うわー。でこちらは、ちゃんとクローゼットになってるんですけれども、着心地の良さそうなトレーナー素材のバスローブと、後ろにヨガマットがあります。もう本当に可愛すぎる。お部屋最高。さくら、welcome to the Kington Autumn。ありがとうございます。何、ウェルカムスイーツ。スコーマーズレストランからのなんか美味しそうな、これはなんだ、クッキー。あとちゃんとネスプレッソもあります。豪華すぎる。そしてこちらお部屋の一角にはなんかおしゃれな本と、これレコードプレイヤーらしいです。かわいい。ロビーにレコードすっごい量があって、これまあ部屋で聴けますよとのことでした。あと何がめちゃくちゃ嬉しいかって、まさかのアルカトラズビューのお部屋です。ちょっともうテンション上がりまくりです。これ今回こちらのキンプトンザ・アルトンサンフランシスコさんにご協力いただきまして、今日はここに泊まることになりました。嬉しい。ハウスメイドビスコッティ。うわ、ビスコッティだ。シャキーン、いただきます。いいですよね。いや、もうちょっと今からご飯行くんですけどちょっとぐらいいいですよね。結構ギチギチに入ってますね。これビスコッティ大好き。このパサパサな感じめっちゃ好きなんですよね。ちょっと今家からニューヨークから持参したこのスチーマーで洋服をもうめっちゃガーって頑張ってスチームしてたんですよ。でもこの引き出しとかちょっと開けてみたらスチーマーありました。もうなんか初期設定、初期設定なんていうの、元からなんかスチーマー完備されてて、もうほんとありがたいですね。スチーマーまでついて、でもちろん金庫もここにあります。で夕飯皆さん何だと思います？チックタックチックタック、ステーキです。オリジナルジョーズっていうサンフランシスコですっごい有名なステーキ屋さん。私そこ行くの初めてなんで、どんな感じなんだろうけど、もう老舗で有名店ですし楽しみ。今から夕飯に行くんですけれども、今日はこの無人配車サービスを利用します。無人です。これ今ドライバーさん乗ってないはずなんですけど、もうすでにここに勝手に来ました。乗り込みます。わあ、本当ドライバーさんがいない。Hello from Waymo. なんか言ってる。Just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may be interesting, but you need to buckle up. So keep your seatbelt back. 夕飯はオリジナルジョーズにやってきました。たっぷり食べたいと思います。はい、というわけで入ってきました。早速赤ワインいただきます。乾杯。うわー、かなりしっかりめの味ですね。本日はピノノワールをいただいております。まあやっぱりカリフォルニアに来たらカリフォルニアワイン、しかもこのスーマはサンフランシスコから近いワイナリー、ワイン生産エリア。まず一品目、ロシュート&ブラータが届きました。うわー、もう絶対美味しいやつ。ブラータ美味しそう。前菜のタラチーニとフリットミストが来ました。フリットミストはカラマリ、イカの揚げたものです。それではいただいていきます。まずはもう私の大好きなブラータ、そして生ハムいただきます。溶ける。あ、しかもブラータがかなりミルキーなブラータでございます。次はイカの揚げたやつ。何もつけなくても味しっかりついてます。ソースもついてるんですけど、ソースつけなくても全然美味しい。あとやっぱ子供がサクサクなのがいい。前菜3品目、アランチーニというメニューをいただきます。これは中にリゾットが入ったコロッケみたいな。あ、美味しい。味はケチャップライスの味なんですけど、チーズも入ってて、で周りサクサクの衣がついてます。美味しすぎる。もうすでにね、どれも美味しいんですが。森脇さん、お疲れ様でした。今日はどうでしたでしょうか。今日は最高の一日でした。食べ過ぎましたね。とにかく食べてやってきました。めっちゃ大きい。こちらニューヨークステーキでございます。大きすぎる。サイドの付け合わせはラビオリです。いや、なんか付け合わせって芋とかオニオンとかの方が多いと思うんですけど、あとサラダとかね。私はもうさっきのお兄さんの一押しラビオリにしました。ではいただいていきます。ナイフが重い。ミディアムレアです。いただきます。めちゃくちゃジューシーすぎる。もう赤身肉って感じです。え、柔らかい。めっちゃ柔らかいですね、これ。油っぽくないのに柔らかい。リバイいただきます。マッシュルームある？マッシュルームあります。あ、マッシュルームある。付け合わせのマッシュルーム。くたくたで美味しい。え、待って、めっちゃ美味しいんですけど、もう肉って感じ。美味しすぎる。最高。肉を欲してました。なんでこんな美味しいんだ。肉の旨味的には多分一番ニューヨークステーキがあって、リバイはもうほんと脂の甘みっていうのかな、なんかそれがあって、でフィレはもう本当に脂が少ないのに柔らかいんです。すごい美味しい。さすが老舗。人気なの納得です。この従業員さんおすすめのラビオリ、チーズ山盛りかけてもらいました。いただきます。おいしい。なんかほっこりする味。トマト濃いめです。でマッシュポテト、クリーミースピナッチいただきます。おいしい。なんか美味しいですね、これ。美味しいですね。なんかスピナッチのくたくたにって感じで、クリーミー仕立て。ペパコンソースいただきます。そうソースかけてると、さっきのね注文取ってくださったお兄さんがすごい、もうソースとにかくおすすめみたいなこと言ってたんで、確かに見た目ほど味濃くないです。見た目ほど塩が濃くない。結構たっぷりつけても大丈夫です。え、美味しすぎる。いや、肉、こんな大きい肉食べたの初めて。しかも焼き加減が絶妙で、周り結構カリッとサクッと若干焦げ目をつけて焼いてくれてるんですけど、中はふんわりミディアムレアです。はい、ということでこちらのステーキいただいてます。リブアイなんですけれども、みんなまだ一口二口しか食べてないのに、なぜかもう半分なくなってるという不思議な現象が起きております。はい、なんか不思議なマジックですね、これはね。17層のチョコレートケーキ、バターケーキ、ボンボリーニというトスカーナ地方のスイーツ、そしてティラミスでございます。すっごい量が来てしまった。想像の倍以上の量があります。どうしよう。重いです。これまずは17層のチョコレートケーキをいただきます。17層です。これおいしい。濃厚。チョコが濃い。ケーキもチョコ、フィリングもチョコ、周りの生クリームもチョコ、チョコが濃い。お次はバターケーキです。ほらほら風味がいい。わ、森脇さんめちゃくちゃ撮ってる。これは言わせてください。これは自分で撮ったんじゃないんです。大変なことになっております。私のお腹も大変なことになっております。モザイクで、はい、はい、でこちらトスカーナ地方のスイーツ、ボンボリーニです。あ、揚げパンだ。揚げパン、揚げドーナツって感じ。大好きなティラミス。ロケ出しますからジュワッと系めっちゃ染み込んでます。Very good。 しかもちゃんとコーヒーの風味も豊かです。美味しい。ティラミス美味しいですね。ごちそうさまでした。というわけでもたくさん食べました。お腹パンパンで森脇さん、はい、はい、というわけで本日一日たっぷりとサンフランシスコの模様をお届けしました。そして明日2日目の模様はザ・フライングスジャートチャンネル、森脇さんのチャンネルにてご覧いただきます。というわけでそちらも合わせてご覧ください。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白ければぜひ高評価ボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。